新しいビジネス領域が全くないところが出てきて、もう10年以内にはそこそこ入ってると思うんですよね。10年、あ、めっちゃ近いです、はい、明らかに次の価値であるの間違いないので、うん、これ実装しないのもったいねえじゃんっていうのが。どうも、酒井です。今日はですね、深掘りスマートシティのビジネスチャンスというテーマでお話をしていきたいなというふうに思っております。引き続き、豊田さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。豊田さん、今回もですね、6つのトピックですね、ご用意させていただいております。これをですね、順番にご紹介していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まず最初のトピックからいきます。こちらですね、今求められるスマートシティのテクノロジーということですね。スマートシティのテクノロジーというのは何ぞやということを伺っていきたいなと思います。こちら豊田さん、いかがでしょうか。そうですね、スマートシティの定義っていうものがそもそも曖昧で、うん、その世界的に見ても、じゃあスマートシティって何なんだっていうのが、その立場によっても、その視点によっても、もう全然違うものになってるというのは前回もお話あったと思うんですけど、どうつないでいくのかってシステムを作るのが今スマートシティですと言われているのが多いですよね、はい、ただそれだけでやってると、データがデータだけで完結しててもスマートとして感じられないじゃんっていうことにやっぱりなっちゃいがちですと、はいはい、でじゃあ人間側が感じられるようにしますかとか、うん、人間がやってることをちゃんとデータの世界に伝えてあげますかっていう、その接続の部分がどうしても必要になってくるので、うんうん、情報で完結しなくて、情報と物の間をいろんなチャンネルでリアルタイムにつなげてあげるかっていうのがすごく大事になってくるところかなと思います。なるほど、めっちゃ難しい難しいかな、めっちゃ難しいですね、はい、でもそのデータ連携っていうところが今技術として注目されているけれども、実際そのデータデータって言ってても、人間起点だけじゃなくて、これからロボットであったりだとか、うん、AI であったりだとか、そういった起点でのデータの考え方っていうのも必要ってことですよね。そうですね、人間が分かるデータっていうことだけだと、うん、まだまだ全然可能性としてもったいないこと、機械損失になってしまうからこそ、うん、そういった人間の持ってる知ってるデータを今度はロボットとかさまざまなエージェントにどうやって理解していけるようにしていくかということが、そのデータ連携という中で求められているのはテクノロジーだということですか。そうですね、その機械が分かる領域と人間が分かる領域というのが今完全に分かれちゃってるので、はい、これがまあどっちも大事です。でもこれをどうつなぎますかっていうところがまだ意外なぐらいに未開拓なので、うん、この辺の技術っていうのがこれからすごく重要になっていくだろうなと思います。なるほどですね、めっちゃむずいいや、豊田さんはこれめちゃくちゃ分かりやすく説明してくださってるんですけど、そもそも僕が分かってないんで、むずいなんですけど、すごいそもそも論聞いていいですか。データ連携ってどういうことなんですか。データ連携が重要って、まあ確かによくいろんな分野で言われていて、うん、はい、でするんですけど、データ連携って何のためにするんですか。で例えば、じゃあこの部屋の照明の管理のシステムが、うん、じゃあこの部屋のセキュリティのシステムと多分違う会社がシステムを作ってるので、お互いに連携しないので、ここ実はもうロックして人がいないのに電気つき続けてるみたいな無駄がまあ単純に起きちゃうわけですよね、はい、でそれがでもお互いがちゃんと、まあ、フランス語とスペイン語で書かれてるみたいなものが、うん、ちゃんと共通の言語でここが語られてれば、まだ今つながってなくても次にじゃあこれ直そうよって言った人が英語で書けばつながるようになるみたいなことが、うん、今もう照明でもセキュリティでもモビリティでもありとあらゆるところで起きていて、うん、やっぱり違う言葉で書いちゃってると、その領域同士がつながらないと。なるほど、そういうこの言葉の違いですよね、はい、それをもうちょっとこうつながるようにしようよということになると思います。さまざまなデータが単純に単体で存在してたら何も始まらないよねっていうことで、全部つながることによって初めてそれが価値として体験として生まれていくと。そうですね、なるほどです。スマートシティってその 1+1 が単純に2になるんじゃなくて3にも5にもなるっていう世界であることがすごい大事なので、その 1+1 をこうちゃんと3にするためにはやっぱりそのつなぎ方っていうのをしっかり作んないと、そういう世界がそもそもここに、これも分かりにくかったですね。いやいや、全然全然分かります、はいはい、これまでの足し算じゃ全然ない世界にこれから踏み込もうとしてるっていうのはすごく大事なところだろうなと思います。ですよね、そこをどう作っていくかの上で、そのできるだけ汎用なシステムとか、できるだけつながる環境をどう作るかっていうのが、うん、スマートシティのそのものですよね。なるほどですね。
今日はですね、もう皆さん大丈夫ですか、ついてこれてますか。なかなかですね、難しいお話になると思いますけれども、でも豊田さんにですね、ぜひせっかくなんで逆に言うと、もうそういったスマートシティのテクノロジー革新部分だと思うので、そういったところぜひ伺っていきたいなと思っておりますということで、続いてのトピックに行きましょう。トピック2つ目、都市 OS とデジタルツインということですね。さっきお話しいただいたテクノロジーの部分ですよね。で、2つのこれは何て言ってんですかね、技術と言っていいんですか、それともソフトウェアみたいな形で表現したらいいんですか、これは。そうですね、ソフトウェアのもう一個上のというか、それをつなぐ領域なので、うん、なかなかこれ一つで言えないんですけども、うん、はい、スマホが今自動車になりとか住宅になりとか、どんどん拡張しているみたいな流れがあるじゃないですか、はい、最終的にはそれがスマホが都市になるわけで、うん、都市がスマホになった時に、都市っていうそのデジタルデバイスの上でいろんなアプリを走らせようとしたら、はい、結局やっぱ都市のものとアプリをつなぐ OS がいるわけですね、うん、はい、でそれをこう基本仕様のそのプログラムとしてあらかじめ書いといてくれてると、つなぎ方をもう都市に最初にインストールしといてくれるっていうのが都市 OS だと思ってください。なるほどですね。携帯の上でいろんなアプリが使えるっていうのと一緒で、さっきおっしゃっていただいたみたいに、都市っていう土台の上でいろんなアプリケーションのサービスが受けれるってことですよね、うん、でそれが例えば配送であったりだとか、物流であったりだとか、いろんな各種サービスだっていうことですね。でもこれって今までもあったじゃないですか。今までは逆にこれは都市 OS って言わないんですか。都市 OS っていうものがどこまでを指すかっていうのも、例えば、はい、もう掃除機に入ってるのは AI って言っちゃったりもするじゃないですか、はいはいはい、そこに境界線ってやっぱり引きようがなくて、うん、もう言う人次第になっちゃうところあるんですけどね。でもある程度複数の領域をつなぐっていうことで、それがあることでどの領域も一番最初の全部を記述してつなぐってところからやらなくても、うん、そこに乗っかるだけでサービスがいきなり実装できるみたいな土台になるものになってれば、まあ都市 OS に近いのかなとは思います。なるほど。今でも例えば郵送のシステムっていうのはあったりだとか、病院とかいろんな福祉サービスとかいろいろあるけれども、それが別に直接つながってるわけじゃないですもんね、はい、今までは独立しちゃってますもんね。独立、それぞれが、まあ、おっしゃられたように違う言語であったりだとか、うん、違うプログラムとして動いてるわけですよね、うん、それが都市 OS という概念が始まることによって、いろんな形でつながっていく可能性が生まれてくるっていうのが最大の変化ということですかね、うん、そうですね。なるほどな。あ、それめっちゃ面白いですね。でその隣のこのデジタルツイン、こちらはどういうことですか。デジタルツイン、例えばここにあるこの看板とか椅子とか、うん、これを3次元で記述して、どんな記述の方法でも、うん、3次元で記述しちゃえばそれはとりあえずデジタルツインですと。3次元記述だと人間がそれ理解してインタラクションできるので、はいはい、あ、これは机だとか、はい、これは椅子だっていうのに対して の、 この情報と物理世界の接点をするときに、デジタルツインがどうやっても必要になるっていう世界ですね。でもデジタルツインってあれですよね、デジタルの双子って言われたりして、はい、今までの物理的に存在しているものをそのままデジタル上にも同じ風に復元して再現してできるみたいな、はい、まあ、そういう技術ですよね。 そうですね。それが今までだと、人と人っていうところの会話だけじゃなくて、うん、人以外のそういったロボットとか AI とかそういったものとも、会話しちゃうことでデータが新しいつながりを生んで、そのデジタル上の空間のところでさまざまな新しい取り組みができるみたいな。おっしゃる通りです。そういうことですよね、はい、このデジタルツインってとこの都市 OS ってよく2つなんかこの言葉自体は聞くんですよ。聞くんですけど、これ どういう関係性なんですか。デジタルツインがあることでビジネスになる価値のあるデータがそこで生まれて、はい、でそれを今度つないでいろいろ流通させるのが都市 OS ですね、はい、都市 OS がないとデジタルツインは価値化できないし、うんうんうん、都市 OS も結局データがいくら回ってても人間に最後形として落とし込んでくれないと僕ら価値化できないんで、はい、なんかイメージとしてはあれですかね、なんか都市 OS っていうのが言ってみれば土地で、その上に建てる建物自体がデジタルツインみたいなイメージですか。そうですね。なんか住むためには結局建物ないと土地だけあったって住めないじゃん、はい、もう水道もあるし窓もあるしテレビもあるしっていうのを乗っけてくるのがデジタルツインっていうイメージは合ってると思います。なるほど。じゃあそうすると今後はそこの今は都市 OS っていうところが議論の中心にはなっているけれども、うん、今後はその土地の整備っていうのが終わったら徐々にこのデジタルツインっていうところにテーマの主軸が変わってくる可能性があるってことですね。おっしゃる通りだと思いますね。なるほどですね。そしたらちょうどこの次のテーマなんですけども、そこでぜひ伺いたいのがこちらですね。デジタルツインで何ができるのっていうことなんですよ。そういった実際このテクノロジー
ってデジタル上に仮想の街が作られちゃうみたいな、うん、結構最近ってありますよね。なんかあの僕も引っ越しの時とかにシミュレーションみたいな、うんうん、なんかこの部屋に住むんだったらここにちょっと家具を置いてこうやってできますよみたいな、うん、この間家具選びに行った時にそれ見せてもらったんですけど、ありますね、はい、それもなんかいわゆるそのちょっとデジタルツインですよね、ですよね、はい、っていう風に、あ、なるほどなとかって面白いなと思うんですけど、それがもう今度は都市ベースでってことですよね、はい、でそれで交通インフラがどうでとか、うん、でここに道路を敷くべきなのかとか、そういう議論がここでできてくるってことですよね、はい、これで実際何をができるのかとか、何をやろうとあの皆さんされてるんですか。ロボットっていうのを例えば見ると、うん、ロボットは当然人間と同じように環境を認識できてるはずだって勝手に思っちゃうんですけど、うん、ロボットって物を認識するの非常に苦手で、うん、まずそのカメラで見るぐらいできるんですけど、うん、じゃああれが机で、あれが椅子で、あれがじゃあ倒れそうなもので、あれはぶつかっちゃダメだとか、あれが高いとか、うん、それ分かんないわけですね。でそれをやるためにそのスキャンをして周りの環境を3次元に最初に記述して置いといてあげれば、うん、ロボットがいちいちスキャンとかしなくても、うん、自分がいるところからどういうルートを通ったらぶつからずに通れて、ドアを出て見えないエレベーターに乗って23階に行けるかとか、うん、AR のこうじゃあポケモンが会議室の向こう側に座ってますっていう時にも、うん、そのじゃあこの机のここから下は隠れてるはずだってところを消すためにも、うん、やっぱり3次元の情報がそこになきゃこう消せなくて、うん、みたいなことを全部やるのを全部統括するっていうことになってくると、うん、立体情報になったことで、それを最初にもうロボットが認識できることで移動できたりだとか、物を認識して対応することができるようになるってことですね。そうですね。その技術ってすごい技術だと思うんですけど、実際それってもう実現されてるんですか。個別にはやってるわけです。その各社各用に書いちゃうので、で互換性ないわけですね、はい、それをやっぱり中央管制する人っていうのもやっぱり神の視点で必要で、うん、そいつが A 社のお前は待て、 B 社、うん、君はまっすぐ行け、 C 社お前は左に避けろみたいなことをやってくれる人もやっぱり都市レベルの複雑性など絶対必要で、うん、それって人間なんですか。それはもう AI にならざるを得ないですね。そうですよ、何千っていうエージェントが動いてる中での最適化をするので、うん、人間では絶対無理ですね。そうですよね、見切れないですよね、はい、そのオペレーターというか結局指揮者みたいなところに全部情報を集約されるってことですよね、うん、それをだから Google とかがやろうとしたけど、はい、結局全部一社に取られるのは嫌だって言って、うん、まあ、ハレーションを起こすってことですね。情報が集約されるってことは権力が集約されるっていうことに結構なりがち、はい、ってなるとやっぱり抵抗出ますよね、はい、それに対してじゃあヨーロッパは GDPR みたいなそういうのを全部一社で束ねてマネタイズ勝手にしちゃうのダメよっていうのを先手を打って制度としてやってるわけですし、でもじゃあそれをどうオープンで一社が束ねるんじゃなくて社会全体でシェアする形でも、それ明らかに次の価値であるの間違いないので、それをじゃあどれだけこう公共な形で一社が一人で独占しない形でシステムにできるのかっていうことがすごく今テーマになっている。なるほどですね。計らずともいい感じでこの次のトピックに行けそうなので、次のトピック行きたいと思います。こちらですね、スマートシティは誰のためのものか、さっきのお話に結構関連すると思うんですよ、うん、実際そこって誰が仕切ったらいいのみたいなこととか、うん、そもそもそれって誰のためにやってんだっけみたいな、デジタルツインで、ここって どうなんですか。多分段階に応じて違うんですよね。で今僕らが生きている中でいうと、例えば人間だけの視点で街作ってたのが、うん、ロボットに行きやすい建物や街なんだっけっていうことをまず考えなきゃいけなくて、うん、彼らが動くためにはその神の AI というか、うん、管制塔代わりになる街にインストールされた AI みたいなものが必要になって、彼らの視点でもちゃんと動きやすいようにしようよと、うん、でそれができることで街全体の価値が上がって、最終的には人間がよりいい生活をするためなんですよね。そのためには途中で人間以外の視点をしっかり見てあげないといけないっていう、新しいビジネス領域が全くないところが出てきて、それをじゃあ誰が投資して開発するの、技術開発するのみたいなことになってくるので、うん、そこへの投資とちゃんと回収ができるシステムを作んなきゃいけないっていう意味では、ちゃんと事業者のためでもなきゃいけないし、なるほど、ロボットとか、まあ、そういったさまざまなデジタル上のものに対しての配慮っていうことも含めて、スマートシティっていうのが全体設計しないといけない。ただそれを全体設計できる人はまだ集約できてないから進んでないっていう現状があるってことですね。そうですね。これ豊田さん的にはその未来、そういう未来が実現するのっていつ頃って思われます？
もう10年以内にはそこそこ入ってると思うんですよね。それもスケール次第だと思うんですけど、例えばもうタワマンっていうものにこういうものが入ってくると、はい、3次元でデベロッパーさんがタワマン作った時にそのデータをみんなが読める形で一緒に公開してますと、で1人でサービサーが入って 3D 化するって金かかるんですけど、デベロッパーさんが何百億の建物を建てたうちのその一部でやるなんて、まあ、パーセンテージで言ったらビビたるもんなんで、でそれがあるとじゃあロボットが勝手にこう下のコンビニ行って決済して買い物してくるとか、オフィスにいる間にクリーニング出しといてくれるとかで、セキュリティもあってリモート会議にも出られてみたいなのが全部入ってるタワマンなんて、もう技術的には全然できちゃうはずなので、建物単位、再開発単位では5年10年で全然できちゃうはずなので、技術的にはだから全然もう近未来のことなんですね。既存の技術の組み合わせでしかなくて、それを束ねる側のシステムを誰が作るかっていうことですね。じゃあそれで言うとですね、続いてのテーマいきたいと思うんですけども、こちらですね、スマートシティは産官学誰がリードするべきなのかということですね。なんか測ったようにいい感じで総理が言ってるんですけど、考えられるのはもちろん事業会社っていう産業系のところもありますけれども、政府であって行政であったりだとか、あとあの学ですね、教育機関みたいなところもあると思うんですけど、これ誰が主導していけばいいんですか、そこって。結論から言うと全員が一緒になんですよね。で今産業でやってるとどうしてもみんな鶏と卵の議論になって、何があればこれができるのにそっちがないからこっちができないってことになるので、全員が一斉のせいで始めざるを得なくて、でそれのリードを産業界だとやっぱ取れないんで、官が主導してほしいって話になりますし、よくあるのはそのスマートシティのデータ連携とか法律が整備されてないとかって言うんですけど、法律意外に全然できることが多くて、日本でもですか？日本でもそんなにスマートシティっていうのを実装しようとした時に法律が実際にしがらみになってるケースって実はそんなになくて、やりたければできるんですよ。個人情報とかって結構なんかそういったところでなんかダメなところってあるのかと思ってたんですけど、個人情報まで行くとまた今度その仕組みを作って、その上にいろんなサービスをいろんなその仕組みを使ってやった人が使うアプリケーションのレイヤーになるので、そうですよね。だから土台の部分ですもんね。土台をどう作るかの話ですから。なるほど。土台作りには実は法律が制限になることはあんまなくて、そうですよね。ただやっぱり国が投資の感覚で入れてくれない限り物が動かないというのは確かなので、で今度学っていうそのシステムをどうつなげるべきであるとか、やっぱ学もやんなきゃいけなくて、それが3セクター分かれてるっていうのがもうそもそも今ダメだと思っていて、官も学を持っているし、産を中に持っている人とか、産の中に官や学が入っている人とか、そういう混ざり方とかすごく流動性っていうのがものすごく大事になると思います。明確なリーダーシップがない中で物事が進めるっていうすごい難しいじゃないですか。そうですね。ってなるとやっぱり協力し合う中でも誰がリードしていくのかっていう、オーナーシップが誰なのかっていう責任の所在ってすごい重要だと思うんですけど、じゃあそこがまだまだやっぱり進んでないってことなんですね。そうですね。日本の場合特に企業も行政も人材の流動性って全然ないじゃないですか。例えばヨーロッパとかのスマートシティとか行くと、市役所の中にもいろんな先端的なスマートシティの学会でガンガンに論文出してるエンジニア系の人がいっぱいいて、で彼らも GAFA から来て市役所で5年やって、また今度違う大学に行くとか、産官学の人材流動が普通にあるっていうのがやっぱりベースにあって、で日本だとやっぱこれ 3つセクターが完全に閉じちゃってるので、それはすごくネックだなと思います。とりあえず一回やってみようよっていう実証実験の場は本来はやっても、でもやっぱり国とかが最初に場を作るっていうのをやってもらいたいなと思います。これスマートシティに関してだけじゃなくて、どの事業でもやっぱりリーダーシップって必要ですよね。で、そうですね。でそこをどうリードしていける存在が、まあ、生まれるのかってことですよね。まあ、それが圧倒的な技術力なのか、それとも圧倒的な資本力なのか、それとももう超フェアに見てあの国っていうところがやっぱ主導すべきなのかみたいな、あのそういったところの議論がまず その土台をちゃんと作ろうっていうことが今何よりも重要ですよね。そういった中でこのスマート市っていうものがですね、今後どういうふうに我々の社会に生きてくるのかということを話を伺いたいなと思っていて、最後ですねトピックこちら SDGs かけるスマートシティということですね。まあ、昨今この言葉もかなり注目浴びてますよね。 SDGs バズワードだらけですね。バズワードだらけですスマートシティとやっぱこの SDGs って同じ文脈で語られること多いですよね。 SDGs にスマートシティどういうふうに寄与してくるんですか。スマートシティって言葉自体が僕すごくミスリードだと思っていて、
都市に閉じるものであるみたいな印象を受けちゃうんです。そうじゃなくて場所とか自分の身体とか、所属とかもっと気軽に入れ替えられるとか編集できるっていう、うん、どこにいようが会社には行けるし、どこにいようが学校に所属できるし、どこにいようがいろんなところに自分の価値を同時に発信できるみたいな、そういうプラットフォームが社会のなんか新しい選択肢として入ってくるっていうのが本質だと思っていて、うん、それはシティである必要ないわけですね、うん、郊外でもリゾートでも田舎でもどこでもよくて、どっちもお互いに双方向に価値が提供できるっていう社会が、まあ、例えば SDGs のもと目指すものだとすると、やっぱりそれを実現するには結局スマートシティ的なプラットフォームがないとそもそも実装できそうにないよねっていうものなのかなと思います。なるほど。これって僕結構素朴な質問なんですけど、あの豊田さんこうやってスマートシティ関わられてて、どこの分野が面白いですかこれ何が楽しくて豊田さんはこれに関わってらっしゃるんですか。なんですかね、でも今できるはずのことがここに見えてるのに、はい、これ実装しないのもったいねえじゃんっていうのが基本的なところですよね、うん、その SDGs って最後に来てもすごく大事だと思うんですけど、うん、僕なんかやっぱ子供がいて、うん、子供が大人になった時にやっぱりじゃあ環境がとか、うん、そのいろんな選択の自由がみたいなものがなくなってる社会を残したくないっていうのはやっぱり根本的にあって、うん、それを残すために今何ができるかっていうと、もちろん建築家としてデザインもしたいし、うん、いい家も作りたいんですけど、うん、もっと本質的なところで貢献できる手段っていうのは、なんかこういうものをいかにみんなに見える形にして、うん、実装を5年でも10年でも早めるかっていうことは気はするので、うん、できるんだったらもっとみんなで押そうぜっていう感覚ですかね、うん、もったいない状態ってことですよね今。そうですね、つなぎ方さえうまくやれば全然価値生むのになんでつながないのっていうのはすごくあると思います、うん、やっぱり人間って新しいものを動き出すっていうのって結構ハードルが高いのかなと、うん、だからこそそれがどういうものなのかっていうのをまずはちゃんと知って、そこから見えてくる、まだ逆に言うと土壌全然固まってないってことですよね。固まってないからこそまだまだ入っていけるチャンスっていうのは全然あるよというようなことですよね、うん、おっしゃる通りだと思います、はい、最後に一言メッセージいただければと思うんですけど、はい、ね、みんな分からない中で動かざるを得ない領域なんで、動きにくいのも100も承知なんですけども、でもその中でやっぱり動き始めていくことでいろんなものが急速に生まれていく領域では間違いないと思うので、うん、ぜひ、大学でも企業が連携する場でも、ご協力いただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのですねビジネス日頃のお仕事に少しでもお役に立てれば非常に幸いです。今回ですね見ていただいて面白かったと思っていただきましたら、ぜひですねチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。アフターデジタルっていう概念ってそもそも何なのかという、このリアルとデジタルの主従が完全に逆転した世界になったんですよ。大切なのは体験提供型っていうものの本質をちゃんと理解することなんですよ。なるほどと。アフターデジタルすげえなと。